会議を開きます。この際ご報告いたします。本会議中当委員会に付託されました請願は6種35件であります。各請願の取り扱いにつきましては理事会において検討いたしましたが、委員会での歳費の決定はいずれも保留することになりましたのでご了承願います。なお本会議中当委員会に参考送付されました陳情書および意見書はお手元に配布してあります通り、対策の推進に関する陳情書ほか5件、日米共同訓練での農民生活と地域経済活動に配慮を求める意見書ほか11件であります。念のためご報告いたします。次に閉会中審査に関する件についてお分かりいたします。国の安全保障に関する件につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。いらっしゃいます。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には議長に対し委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他所要の手続きにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査におきまして委員会に参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合には参考人の出席を求めることとし、その日時人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。はい。